ご視聴ありがとうございます。ハレリアの大久保です。ご視聴ありがとうございます。コマンダー塚本こと塚本です。いや、始まりました。第40回 ATG 対戦バラエティ、ハレリアコマンダー。なんと40回ですよ。いや、記念すべき節目の回ですね。すごいですね、はい。まあ、40回もやってくるとやっぱりね、いろいろなことがありましたけど、はい、塚本さん的になんかこれまでの40回の中でお気に入りの回とかやっぱあったりします？もちろんありますよ。パッと思い浮かぶのはやっぱり原根くんが内面の自分と戦う、一人だけしかいなかったコンバット回、すごい、あれは良かった。あ、すごかったね。もう一人の僕と、ね、もう一人の僕と戦って、最終的にもう一人じゃなくて2人、3人、4人どんどん増えて分裂し続けたよ、ね、あれはすごかった。あの回は異常だった。そう、あ、こんなに人格持ってんの。大久保くんは何かありますか？僕はやっぱり塚本さんと出たコンバットで、はい、塚本さんだと思ってたら塚本さんによく似た全然知らない人が途中まで気づかなかった。途中まで全然気づかなかった、本当に。サムネイル見た時に俺かなって思って、でも出た覚えないんだよなって。俺ではないはず。俺ではないはず。しかもそのままアップロードされたからね。いや、そうだね、この歌詞はおかしいよ。他には、まあ、結構いっぱいあったよね、今まで。いっぱいあったね。あんちゃんが30分エアピアノ弾いてる回とか。エアピアノやってても何も聞こえてこないんだから、ね。でも、あと、津村が30分間ずっと酔っ払いながら、広島あるだろう、誘拐。ああ、あれね、誰もわからないやつね。なんかね、宮島の鹿が道路から言われてもね、僕ら全然わかんないから、ね。ピンとこない。いや、まあそんないろいろありましたけど。最も良かったのは？最も良かったのはやっぱり。やっぱりあれでしょう。あれでしょう。せーの。ジェレミーが築地のね、寿司職人に弟子入りする回。あれは最高だった。シーフード苦手なジェレミーがハレリアコンバットを通して日本のね、やっぱお寿司を好きになりたい、なんなら寿司の素晴らしさを世界に届けたいって自らね、志願してね、あれね、1年通してずっとやってたからね。そうそうそう、いや、本当に密着してたんやったです。まあ、そろそろね、コンバットの話に移ろうかと思いますけど、今回やるコンバットがなんと、はい、タイプゼロをやろうと思います。おお、ついにタイプゼロ、ついにタイプゼロ、社会保障ゼロがタイプゼロね。え、ちょっとコメントしづらい。、はい、じゃあタイプゼロって何なのか、はい、これなんと、まあ、思考実験、いわゆるルールとかフォーマットの制限とかを取り払った時に、はい、マジックのデッキ同士で戦って最強のデッキって何なのかみたいな。お、誰だって、まあ、稲妻40枚とブラックロータス20枚のデッキだったら最強って思うかもしれないけど、意外とね、最強が議論がね、いろいろあって、そうまだ確定していなかったところなんですけど、ちょっとこれを今からやっていこうかなと思っております。はい、じゃあ今回はタイプゼロ試合お届けしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは、まずはお互いに、お互いにゲーム開始前に策略カードを公開します。好、はい、都合の宣言11枚。11枚、はい、これどういうカードなんですか？これは、デッキの最小サイズが5減少する、はい、おお、ということは、ということは1枚やったら55枚でデッキが増える。11枚やったらお、初期手札が必ず7枚固定できる、ね、5枚でデッキを組めるから、まあ7枚にしてもいいけど、はい、っていう。なるほど。まあお互いね、まあ、この状態が、はい、もうこれはね、たしなみだよね。たしなみ。じゃあちょっと先手もらいます。え、何このカード？権力行使。あなたが開始プレイヤーとなる。開始プレイヤーとなり得るプレイヤーが複数いる場合、それらのプレイヤーの中から1人を無作為に選ぶ。っていうことは、こうすると、まさか貴様。これはね、もうタイプゼロのたしなみだよね、はい、もうお互いに権力行使を出し合って打ち消し合ってダイスを振るんだよね、はい。じゃあ、はい、どうぞ。はい、あ、9。ダイスロールの先手後手もね、何かに。おっと、おっと、7。はい、じゃあ先手いただきます。はい、いや、パワー、タイプゼロのね、おお、なるほど、こういうことか、タイプゼロとは。はい、はい、これがタイプゼロです。これはいただきましたね。じゃあこちらも初手がこんな感じになってます。まあ大体そうですね、タイプゼロらしい手札が来たんじゃないかなと思ってます。あ、じゃあもう僕のターン始めていいですか？あ、いや、その前に、はいはい、ゲーム開始時に公開で、はい、アップキープに3点ドレインを7回行います。え、戦闘フェーズ来ないってこと？戦闘フェーズは来ないですね。はい。戦闘フェーズは来ないですね。負けました。ということは、ドレインし。そういうことになりますね。これでもう。え、ダイス関係ないやん。ダイス関係ないやん。ダイスに勝ったのに。ダイス関係ないし、ちょっとね、戦闘ステップまで行かなきゃ倒せないようなデッキは、ちょっとタイプゼロには向いてないね。
遅すぎる。遅すぎる。そう、アップキープにゲーム決まるから。これがタイプゼロの戦略。これがタイプゼロ。やばすぎる。なんとなくタイプゼロがどういうものかを分かっていただいたところで、何回かやっていこうと思います。はい、では次のデッキで。ドロスの多さに勝てるデッキを組んできました。ドロスの多さに勝てるデッキを組んできた。はい。僕はまあ、フブよりは8枚なんで。はいはいはい。はい。よいしょ。はい、こんな感じの手札です。まあ、こちらもちょっと結構いいハンドが来たなと思ってます。まあ、大体タイプ0。では、ちょっとゲーム開始時にドロスの多さ公開します。はい、じゃあ僕、ゲーム開始時に神の導きを公開します。ほう、そのカードは？はい、手札から公開した場合、アップキープ開始時に後のライフの総量は26になる。26になる。はい。足りない？足りないですね。21点ドレインだから足りない。足りない。なるほど。はい。ということで、エンドです。え、アンタップ、アップ、で、ドローステップ、はい、死亡。マリガンが必要だったか。はい、いやでもそのデッキだったら多分俺これで勝てると思うと思うでしょう。そんなね、初期ライフただ26にするだけだったら別に全然お話になりません。はい、はい、じゃあ7枚引きます。はい、7枚引きます。今度はこちらが攻めてもらいますよ。はい、どうぞ。多分さっき塚本さんが使ってたのはこのデッキなのかなと思うんですけど、ちょっとねやっぱ相手がちょっと悠長なデッキみたいなんで、メインステップまで、メインステップ先頭ステップまでは多分いけるような感じがするので、ちょっとこのハンドでキープしたいと思います。はい、じゃあ僕のこのハンドままでです。はい、キープします。はい、ゲーム開始時に、はい、はい、不動の力戦。おい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 、そのカードはなんと、このカードはなんと、全ての土地でないパーマネントは伝説である。そうですね。ということは、ということはなんと、すこれが2回目を出すと水晶物、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 これでこれでこれで、ええ、あれ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 、3点しか与えられないぞ。アタックで3点、はい、ドロー、エンド、はい、終了です、ね、終了です、ね、それで最強デッキか、タイプ0の理論武装できたか。そういうことなら俺も考えがありますよ。あ、ありますか。はい、この最強デッキ打ち砕いてやりますよ。いや俺を本気にさせたなと。お、はいはい、じゃあゲームを開始しましょう。はい、じゃあ今度は私が負けた先手をもらいます。はい、ゲーム開始前にブレイゴの行為を3枚公開します。ブレイゴの行為、はい、はい、このカードはゲーム開始前に指定したカードのマナコストを1減らすことができます。はい、この2枚はクローサのショック、はい、この1枚突然のショック、はい、次に予想外の潜在力、はい、これは指定したカードのマナコストを望むマナで支払ってくれる。あ、どのマナでもいい。これは天使の出し物、はい、でこれは一石二鳥、はい、2枚、これはクローサの掌握、はい、で一石二鳥、12枚指定は突然のショック、はい、はい、じゃあ先手で、はい、はい、ゲーム開始時にじゃあまず僕は、あ、はい、はい、神聖なる力戦2枚、はい、ライフは26、はい、はいはい、そして血管の多さ、ほうほうほう、はい、こういう状態です。なるほど、はい、はい、アンタップ、アップキープ、バクトオブザタイナー、はい、打ち消されました。はい、1マナ払いません。で、その後にシニアスピリットガイドを追放、はい、赤1番エルビスピリットガイドを追放、はい、緑1番クローサングリップ、はい、コピー、はい、で、2つともあります。はい、割られました。で、浮いてる赤1番から、はい、突然のショック、プレイヤー、はい、12回コピーされて本体もあるので26点、ぴったり、ぴったり、刹那なので何も挟めない、刹那なので何も挟めない、ここまで起動しているのはすべてマナ能力、マナ能力、刹那からの、刹那からの刹那、はい、なので、参りました、ありがとうございました。恐ろしい世界、恐ろしい世界。
はい、というわけでお送りしたハレリアコンバットいかがでしたでしょうか。タイプ0を今回はお送りしたわけですけど、策略カードが入ったことによってむちゃくちゃなことができる。やっぱり今の段階で結構すごいから、もしコンスピラシー3が出て策略カードが増えたらもっとすごいかも。世界がやばくなる。コンスピラシー3が出たらめちゃくちゃ楽しみだ。楽しみ、まあ、タイプ0を望んでいる人がどこまでいるかも問題だけど、まあ、そういうおふざけなフォーマットなんですけど、はい、皆さんもぜひ遊んでみては、はい、そして来週のハレリアコンバットなんですが、はい、皆さん待望のちょっと特別な回を予定しておりますので。お特別、あの特別ですよ。どんな特別。いや、それはねちょっと、はい、来週のコンバットちょっと楽しみにしていただく感じで。あー、来週が待ち遠しいな。来週が待ち遠しいな。というわけで、はい、来週お楽しみということで、はい、最後にハレリアチャンネルからの告知です。現在チャンネル登録者数1万人以上を集めて、ハレリアコンバット in YouTube スペースを撮影してみようという企画を進行中です。はい、よろしければチャンネル登録のほどよろしくお願いします。というわけで今回はここまでということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ゴールくん、要素。